で、またもうちょっと新しい時代に来ましょうか。本町1丁目か、森家で、ゆかりのある人とすると、本名森五郎さん、森五郎さん。でこの人も姓が変わりまして、萩五郎さんになります。歴史学者ですね。で、森家というのはご存知のように、今ご当主が森寿作さん、それからきのこ会館、それからみんな森家の一族で、森産業で、森家もみんな学者さんも多いし、経済人も多いし、銀行家も多いし、たくさんの有名な人、力のある人を輩出しましたけどね。で、この中で飛び抜けて全国にっていうと萩五郎さんです。で、姓は先ほど言ったように萩節子さんと結婚されて萩姓になる。で、今そのお孫さんは萩美代ちゃんって いますけどね、ジャーナリストでね。で、その息子さんは萩進さんという映画監督です。ですから、萩一族になってますが、当時は森一族ですね。で、この萩さんっていう人は、明治の生まれで桐生から出てくるんですが、東京大学にいます。で、東京大学に学んでからドイツに留学するんですね。ハイデンベルグ大学です。で、歴史学という、新しい学問なんだけれども、この人の著作の中で非常にユニークなのが、ちらっと見せますが、新井白石と福沢諭吉のことを書いた「白石諭吉」という本であったり、それから「明治維新」というこれを歴史学の本、それからまだ何百冊も本書かれてるんですよ。全部私は持ってますが 後ろに全部しまってあります。それすからごい有量で名すな本ね。ではミケランジェロという美術のね、彫刻家のことを書かれてます。で、ちょうど1960年代後半に、東京大学や日本大学やいろんなところで学生運動が相当ありました。学園闘争っていうか、全共闘時代っていうか、ちょうど僕らの世代なんだけど、その頃に作られた本が「都市の論理」という本です。これは続編で、書かれてますが、「都市の論理」という本が書かれて、学生たちのベストセラーになるんです。で、なぜですかっていうとね、私が東京にいた頃に羽先生にも何度もお会いしてるんですが、都市の論理っていうのは、今のね、地方の時代とか、そういうことを先取りしてる時代です、この本っていうのは。なぜかっていうと、地方が自立する、国から独立するぐらいの3割自治から、つまりもう国の権限の地方っていうのは3割しかないじゃないか。そういうことではなくて、地方は地方で決められるような国家にならなくちゃいけないってことを言うのね。当時ですよ、もう60年代。それはとっても革新的なことで、で、当時の政権なんかに対してもズバズバそういうことを言ってたわけ。でね、やはり地方の時代っていうのを今でこそ当たり前に言ってるし、今の政府も自民党ですら言ってるわけだよね、民主党だけではなくて。だけど、なかなか難しい。ですから今、各県知事や市長さんが非常にユニークな人が出てきた。それはみんな地方の時代ではなくて、僕たち地方は独立するぐらい、国からあんまり制約を受けないで、自分たちの町は自分たちで決められるというようなことを、もう萩さんは訴えてるわけです。それはなぜかって言ったら、やはりドイツで歴史を学び、政治学を学び、そういう東京大学でもそういうことをやってきて、で、かなり革新的な政治的な運動もするんだけれども、やはり最終的にこの「都市の論理」っていうタイトル通り、都市なのね。都市というものが各自治体で頑張るんだ。だからそうすると日本が良くなる。国家があって地方があるんじゃなくて、地方があるから国家があるんだという逆転の発想。だからね、この、
今でもまだ都市の論理っていうのは全然古くないです、内容を読むと。でそれはなぜかって言ったら、つまり、財政だけではなくて、権限というのを地方が持つということをさっき言いましたけども、はい、そういう意味合いで、革新的だったということですからね。それと合わせて、この羽根さんという人はユニークなところは、当時、週刊プレイボーイとかね、うん、それからいろんなね、週刊ポストとかね、はい、そういう非常にナンパっていうかな、柔らかい雑誌にでもどんどん登場して、うん、で当時の学生たちに訴えた、うん、堅苦しい話はしない、うん、でまあ、ある面では分かりやすく老体に鞭を打ってっていうところもあってね、そういう人ですね。で、まあ、これはたまたま私と一緒に写真を撮った、はい、おじいさんのしゃれてる人でしょ、はい、76年の写真ですね。そうです、はい、でずっとこの人は葉山に今逗子の方にいましたから、これはちょっとマーメイド、ちょっとしゃれた、そうですね。まあいろいろ貴族的だとかって言われて、自分で船を持ってるわけじゃないんだけど、うん、そういう、批判を受けたこともあるけども、うん、でもとっても頭の中は柔軟でしたね。でやはりとってもね、その、自伝的戦後史だとか、それから僕がいつも講演なんかをするときにこの羽根先生のことを言うのは、都市の論理と合わせて私の大学っていう本が書かれていたわけ、はい、なぜ私の大学って言うでしょうなぜでしょう、私の大学、大学って、まあ、建物のことをこの羽根さんは言ったんではなくて、自分が学んだのは私の大学という表現をすると、一番本のタイトルに最初にね出てくるのが私の大学、つまり桐生で学んだからだと。つまり桐生の歴史を学び、桐生で近代化が進み自由都市になった。だから桐生の近代化はまさしく日本の近代化だっていうぐらいに褒めたたえるわけね。で羽根さんはやはりそういう、先ほどの黒川さんと同じように、桐生のことがとっても好きで愛情があって、はい、だから書物の書くときに黒川さんだったら織物の項目でまず桐生が登場する、うん、で羽根さんだったら今度は自分の著書の中にトップに桐生は日本のフィレンツェだっていうところまで言うわけさ、はい、うん、本当かなと思うけれどもつまり自由都市という最も素晴らしい言葉なんだけども、関西の堺と桐生は日本の代表的な都市国家だと、はい、そのぐらい褒めてくれるんだけれども、そういうことに対して桐生の人も答えなくちゃいけない、ね、本当に自由都市になったかどうかっていうとまだならないから、それを目指して行かなくちゃいけないっていうことかな、はい、そういう意味ではお二人とも桐生を愛したっていう点では同じ共通です、うん、で桐生から離れて非常に客観的に見て、はい、もちろん羽根さんも黒川さんも時々桐生には戻ってきていましたからよく見える、うん、でやはり誇りを失わない町、うん、で羽根さんがよくいつもね桐生の人をね、発展する起爆剤、なぜ発展してきたか、桐生は懐が深い町だ、はい、で五木物の文化っていうことを言うんです。五木物の文化、うん、桐生はね、はい、なぜかっていうと桐生に遠くから来た人が居ついてくれて桐生に住み着いて桐生を発展させてきた、はい、という意味合いで居ついた人たちが桐生をよく知ってる。うーん、なんかちょっと嬉しいですね。根っから桐生人っていうのももちろんいるけれども、はい、それにも増して桐生に入ってくる自由な風土があるから、どこの町の人でもどこの国の人でも桐生は住みやすくなる。案外足を引っ張るけれどもそれは極端に言えば、まあ、業界同士のようなものだからあれですけれども、それは全国どこでも同じよね。でも桐生の人を見てみると、あの人は関西の人、あの人は東北の人、あの人は、はい、九州の人っていうぐらいに
至るところに桐生以外の人に会いませんか。会いますね。会いますよね。今の時代でもそうですけど、うん、昔からそういった形だったんですね。つまり織物業というものが基礎にあって、はい、で絹市が立ち、はい、まあ、貝場ですよね、はい、市場が立ちというとその絹を求めていろんな地方から集まるでしょ、はい、人々が、うん、そうするとこう気候もいい、はい、食べ物おいしい、おいしい、で人がいい、いいです、商売ができるっていうと、うん、じゃあ移り住んじゃう、うんうん、そういう人たちが町を作ってきた、支えてきた。なるほど。そういう意味では、うん、まあ桐生の町は来年で作り始めて420年です、はい、そうですね。でもね、やはり420年の間にやはり、まあ、特に桐生の場合は近江の人が多いですよ、はい、それか織物の関係では福井の方や新潟の方や、はい、福島の方や、うん、栃木の方か、でもちろん関西から、そういうように非常に幅の広い人たちが桐生に集合してる、うんうん、ですから物の考え方もアイデアも非常に幅が広い、うん、そういう意味ではね、はい、凝り固まったようなものの考え方だけで桐生が進んできてるんじゃなくて、うん、幅の広い意見がたくさんある、うん、それは柔軟性でもあるし、はい、やっぱりいろんな地方から来ていた人たちが定住してくれた町だから、はい、やはり桐生にとって刺激的な町になってるかもしれない、うん。